それはね、単純にナンパしてるやつが下手なだけなんです。本当に下手なだけ。次にナンパの意義。で、このナンパの意義って大別すると、4種類ぐらいある。4種類もないかな、大きく分けると。一つは、やっぱりあなたの最大の目標だよね。妥協しない。本当に自分の好みの女性と関係を持って、で、自分のものにする。まあ、最終的には自分に自信を持つ。本当に有意義な自信を持つこと。だから、例えばさ、こう、まあ、私なんかでも、最初ね、ナンパ駆け出しの頃は、ちょっとできるなって頃に、すごい可愛い子が引っかかって、で、カフェに行って、まあ、その時は居酒屋に行ったのか、居酒屋に行って、で、そのまんま勇気を出して、ホテルに誘ったら、ついてきてくれたんですよ。で、ついてきてさ、緊張するじゃない、こっち、初めてだから。で、その女がシャワー浴びるねっつって浴び出した。俺ベッドで一人寝てんの、横になってさ。本当に可愛い子、好みだったの。その時のさ、自分を褒めてやりたい気持ちっていうのは何者にも変えられない。俺すげえよって、俺頑張ったよって、そういう気持ちが生まれる。自分を好きになる気持ち、そういう感動とか、そういう時間を感じることができ、経験することができ。で、もう一個、これはね、女性ってこうナンパされるとうざいんじゃないですか、迷惑なんじゃないですかっていう人がいるんだけど、それはね、単純にナンパしてるやつが下手なだけなんです。本当に下手なだけ。よく勘違いしているのは、例えば、女性と付き合いたい、そして告白をする、デートに誘う、告白をする、で、セックスを求めるっていう順番があったりするんだけど、そうじゃない、全然。女性に求めさせるような関係を作って、セックスして、で、それをあなたが決めるんですよ。付き合ってあげるのか、それともセフレにするのか、それとも一夜で終わらせるのか、あなたが決めるんです。だからね、女性がナンパで怒る、嫌だ、迷惑だっていうのをさ、例えば、俺はすいませんって言葉が大嫌いなんだけど、すいません、ちょっといいですかって。お前何謝ってんのみたいな。お前が声かけるのはすげえ悪いことなのかみたいな。そういう声のかけ方をしてくる。一瞬でうざいと判断できるよね。もしくは一瞬でナンパと分かる。時間ありますかみたいな。知らねえ、バカって言われる。そういうアプローチ。そういううざったいアプローチをする。で、そういう人たちのおかげで、まあ、ナンパは嫌われるってイメージがあるんだけども、結果論なんだよ。うまいアプローチをして、十分に楽しませてあげて、興奮させて、で、興味を与えさせて、こっちの興味をね。で、お望み通りに寝てあげる。じゃあ、彼女にとってマイナスは何かって、ないんだよ。ありがとうって言うんだよ。声かけてくれてありがとう。で、それは恋愛なんだよね、もう、彼女にとっては。だからナンパかもしんねえ、合コンかもしんねえ、いろんな出会いがありません。だけど、恋愛なんだよ。それは、彼女が決めること。彼女の感情が、女性の感情が決めること。ナンパだから恋愛じゃないのかって違う。それは流れが下手なだけ。ちゃんとアプローチをして、興奮させて、しっかりと興味をそそらせて、クロージングをかける。それによって彼女は何を感じるかというと、恋愛の期待とかをする、感謝をする、同時に声をかけてくれた勇気っていうものを尊敬する。だから、正しいナンパ、本当に、仕組みの分かっている、正確なナンパ、要はエンターテインメントですね。そういった要素を含んだナンパっていうのは、結果として女性に喜ばれます。まあ、新たな出会いのオファーとか、新たな恋カップルを作ったりとか、そういうものになります。だから、出会いの幅を広げるっていう意味で、非常に大きな役割を果たします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。